じゃあこれでね、早速ですからね、ちょっとやりますよ。生命の源は海からやってきているのはエベス様なんで、ね、お金の神様、金運、財運でございますね。七夫人の一人でございますね。まずエベス様をお入れしまして、隣が大黒様。大黒様は食べ物の神様。これから一生涯のね、食べ物にはまず不自由がございます。エベス大黒を一対にして、五穀豊穣となる。商売繁盛、家内安全、でも一番厄介なのがね、病気なんだ。これは一つの小槌の中にね、ひょうたんを6つ入れときますんでね、6つ入ってこれで無病炭となるんでね、無病息災、六神等にはまず病なり。ひょうたんは神が宿る、神様の寝床なんでね、ですから必ず一つの小槌に6つ入ります。次、今度こちらが、カエル様。カエルは旅のお守りといってね、無事に帰りますよ。本日今日、お客様がね、散財したお金、必ず帰ってまいります。ですから今日はね、それこそ大船に乗ったつもりでね、じゃんじゃん使っちゃっても結構。使ったお金が帰る、健康が帰る、特に女性は若返ると言いましてね、見違えるとも言われてるカエル様。これは男性がお使いになると蘇るなんね。次、今度こちらが、振れば必ず芽が出る。どう転がしても芽が出る。芽が出て花が咲き、やがては実をつける。いい芽が出ますよ、ね。才能の芽が出て、何をやってもものになりますよってね。サイコロ入れとくんですね。才能ってのはどなたもあるんですね。芽が出るか出ないか、ものになるかならないか。そこが問題なんでね。いい芽が出ますよ。次、今度こちらが小判。これ富の象徴なんでね。1両が10両、10両が100両、100両が1000両、万両、100万両。お金に困りません。富の象徴。これが入りますと赤い実。これが珊瑚で作ったね、難点、難を転じておくとなる。邪悪なものが家の中に入りません。特にお正月なんかはね、門松に難点が添えてます。身持ちが良くて子孫繁栄。いっぱい実をつけますんでね、子宝に恵まれますよ。次、今度これが浜屋なんで、浜屋は魔を射るといってね、魔除け、厄除け、八方除け、浜屋なんでね、厄年の方にはもってこいの浜屋。浜屋が入りますと、次、今度これが狸でございます。狸は他を抜く、人より秀でる勝るとなる、ね。学問、お仕事、商売、何をやっても他人を抜きんでるってね。皆さんよく知ってるのはね、お蕎麦屋さんとかね、居酒屋さんなんかにしがら焼きのタヌキっていうのがね、置いてあります。あれは味自慢でね、どこの店よりうちはうまいんですよっていうことを言いたい。しかもあのタヌキさんはお腹が真っ白な、ね、腹黒くない、人に妬まれず恨まれずというね、そういうタヌキさんね、他を抜くということでね、大変ありがたいね。次、今度こちらが最後のね、いよいよだるま様。長い人生1回2回はつまずきます。そんな時にね、いい方向にね、起き上がるのがだるま様。七転び八起き、お客様が転んでも転んでも必ず起き上がって、いい方向に導かれますよ。以上、この中にちょうど10種と、15の縁起物中にね、お納めいただきまして、お客様のご健康とお宅を祈りして、開運小槌の蓋を閉めまして、これでね、完成となります。これで出来上がりですね。